雲仙火山の地形図、平成新山明剣竹の岳と、新田峠や竹普賢岳から見た、平成新山雲仙岳は、長崎県の島原半島中央部にそびえる火山である。半島西方の立花湾を中心とする、知々和カルデラの外輪に位置する。講義では、火山学上の雲仙火山と同義で、最高峰の平成新山をはじめ、三岳とも呼ばれる普賢岳。 国見岳、妙見岳、五宝とも呼ばれる、野岳、九仙武岳、矢岳、高岩山、絹、笠山を含め、東の美山から西の猿、葉山まで、総計二十以上の山々から構成される。雲仙岳の形の複雑さは、三岳五宝、八葉、二十四宝、三十六宝など、様々な数字で表現されたが、観光上のキャッチフレーズとして、 ぶごたけの雲仙岳が多用されるようになった結果、競技として八つの山のみを指す用法も生まれた。歴史的には海上にそびえる山並み全体を指す名称である。行政区分では、島原市、南島原市、雲仙市にまたがる。しばしば、旧最高峰の普賢岳の名称と混同して、用いられる。現代でも、 火山活動が続いており、1991年5月から1996年5月に9432回の火砕流が観測された。特に1991年6月に発生した大規模火砕流では43人、1993年6月の火砕流でも1人が死亡し、異例活動が行われている。被災家屋は251棟。 経済被害は約2300億円に達した。最高峰の平成新山を中心に、周囲に、普玄岳、国磨く、妙見岳、野岳、急戦部岳、矢岳が存在する。普玄岳や平成新山の溶岩は、知事はカルデラ由来である。つまり、小浜温泉沖合の立花湾地下のマグマだまりから供給されている。 手法は普遍だけだが、1990年から1995年にかけての火山活動で平成新山ができ、こちらの方が標高が高くなった。また、平成新山は長崎県の最高峰でもある。火山噴火予知連絡会によって、火山防災のために監視、観測体制の充実等の必要がある火山に選定されている。古くは、非全国風土記で、 高木盆と呼ばれているのがこの山であり、温泉についての記述がある。雲仙は、元は温泉の表記で、雲仙と読んでいたが、国立公園指定の際に、現在の表記に改められた。大乗院三つ脇寺は行記が大宝元年に開いたと伝えられている。この三つ脇寺の号が温泉山である。以後、雲仙では霊山として山岳信仰が栄えた。また、 行期は同時に、四面宮を開いたと言われている。祭神は、古事記にて、筑紫島を表す、一心四面の神である。この神社は上古には、温泉神社、中古には、四面宮と称されていたが、1869年の神社改正により、筑紫国魂神社と改称され、1915年の剣者昇格に際して、温泉神社に戻した。 島原半島中に十数の分社がある。雲仙温泉としては、1653年に、加藤前衛門が開け湯した、延暦湯が、始まりと言われている。水蒸気が噴出して、硫化水素の匂いが立ち込める光景が、地獄と形容される。キリシタン弾圧の舞台にもなった。天気のいい日には、見通しのいい場所でから、西園木半島東岸及び、長崎半島東岸、 佐賀県南部、福岡県筑後地方、熊本県西部などを眺めることができる。標高が高いことから通信の要衝でもある。雲前の岳には長崎県防災行政無線や警察庁などの中継所が設置されている。普賢岳の山頂付近には太平洋戦争中に陸軍のレーダー基地が建設され100名ほどが駐留していた。 2021年現在、山頂付近は国立公園の特別保護地区に指定されて、降りたき々などが禁止されている。活動史は前期、後期の二つに大別できる。活動は約50万年前に始まったとされる。前期には火砕流やマグマ水蒸気爆発を中心とする爆発的な噴火を行っていたと考えられる。最初に高岳、木の傘岳。 八竹などが形成されて旧幹部岳下旧群となった。やがて噴火活動は北側に移動し、旧幹部岳やあ岳が形成された。その後、噴火活動は溶岩ドームや熱い溶岩流を中心とする活動に移行した。十万年前より、野岳、妙剣岳、普賢岳,岳の順で火山活動が推移し、地形が形成されていった。現在の平成神山を形成した、 噴火活動は当初1989年11月からの立花湾群発地震に始まったとされていたが、その後の観測データの再検討により、実際は1968年頃より、雲前火山は活動期に入っていたことがわかっている。最初の群発地震は1968年頃より、始まり1975年まで継続し、 1973年には、ザ山付近でも、震度3を最高に、有感地震が11回発生している。この活動の最終段階で、普賢岳東側の板底で、大量の火山性ガスが噴出し、30本ほどの杉が被害を受けた。1975年には周囲に、鳥獣の死骸が散見され、岩の荒れ目からは高濃度の二酸化炭素が検出。 この一帯は1792年の噴火の時にも火山性ガスが噴出しており、この岩場は毒石と呼ばれていた。1975年以降も低調ながら地震は散発的に発生しており、1979年6から9月には微山登録を信号とする最大震度5相当の強い揺れを筆頭に89回の有感度地震が発生している。島原温泉では、 洋存炭酸ガス濃度が1975年により急上昇し30%も増えた場所もあった。1984年4月より立花湾で群発地震が相次ぐようになり、葉山南側付近を震号とする M5.7 震度5の地震が8月に起きている。この地震を契機に島原半島の隆起が観測され始めており、 立花湾からのマグマ供給が始まったとされる。1990年11月17日に山頂付近にある神社垣の2箇所より噴煙が立ち上り噴火。この噴火は2つの噴火口より熱水の吹き上げと運営を認めるのみであった。同年12月には昇降状態になって道路の通行止めなども解除になり、そのまま収束するかと思われたが、 1991年2月12日に再噴火。さらに4月3日、4月9日と噴火を拡大していった。5月15日には降り積もった火山灰などによる最初の土石流が発生。さらに噴火口西側に多数の東西方向に伸びる亀裂が入り、マグマの上昇が予想された。5月20日には地獄跡河口から溶岩の噴出が確認。 溶岩は粘性が高かったために流出せず、河口周辺に溶岩ドームが形成された。溶岩ドームは桃状に成長しやがって地長によって四つに崩壊。その後も溶岩ドーム下の噴火穴からは絶え間なく溶岩が供給されたため、山頂から溶岩が垂れ下がる状態になり、形成された順番に第一第十三ローブと命名された。溶岩ドームの崩壊は、 新しく供給されるマグマに押し出されたドームが斜面に崩落することにより発生し、破片が火山ガスとともに山体を時速 100km ものスピードで流れ下る火砕流と呼ばれる現象を引き起こした。噴火活動は途中一時的な休止を挟みつつ1995年3月頃まで継続した。火砕流が世界で初めて鮮明な映像として、 継続的に記録された噴火活動である。雲仙岳と東側山麓のラハール、後右の山肌が露出した山は微山噴火活動は、島原半島、特に島原市と深江町に大きな被害をもたらした。被害をもたらす、重たる要因は、火砕流と堆積した火山灰が豪雨により流出する土石流であり、これらが流れ下るコースに当たる水無し川及び、 島原市の千本木地区が大きな被害を受けた。また、火山活動中島原大変被護迷惑の原因となった微山の山体崩壊が懸念されたが、今回の噴火活動では微山が火災流から島原市中心部を守る形となった。島原市、深江町以外の地域については風向きによって交配があり、熊本空港では 航空機の発着に影響を与えたこともあった。土石流に渦漏れた深い町の民家特に大規模な人的被害をもたらしたのは1991年6月3日16時8分に発生した火砕流である。直前の状況を運善だけすその水源とする水無川の土石流は5月15日に最初に発生して以来19日20日21日と立て続けに 発生した。島原市は、その都度、水無川流域の町に対して、土石流の避難勧告を行った結果、住人の避難はスムーズに行われ、人的被害は発生しなかった。だが5月20日、普賢だけに溶岩ドームが出現すると、日に日に成長を続け、24日には、ドームの一部が崩落、最初の火砕流が発生した。これ以降、小規模な火砕流は、 頻繁に発生し、その到達距離は26日に、溶岩ドームから東方に 2.5km、29日には 3.0km に達し、次第に長くなる傾向が見られた。火災流の先端が民家から 500m に迫った26日、水無川流域にある北上小葉町、南上小葉町、白谷町、天神元町、薩の元町に対して、 島原市から火砕流の避難勧告が出された。マスメディアを中心とする報道記者やカメラマンは、この火砕流の様子を捉えるため、避難勧告地域内ではあるが、溶岩ドームから 4.0km の距離があり、さらに土石流が頻発していた水無川からも2 0 0ル離れていた上、4 0ルの高台となっていた北上木場町の県道を撮影ポイントとするようになった。 この場所は普だ岳を真正面に捉えることができたこともあってメディアに好まれ、いつしか定点という呼び名が定着した。こうして最初の火砕流が発生した24日以降、定点には十数台もの報道関係者の車両が並ぶ状況となった。1991年当時、 報道各社は紙面にカラー写真を多用し始めており、普賢岳災害においても各社はカラー写真で競い合っていた。5月28日に毎日新聞が火砕流の夜間撮影に成功すると競争はさらに激しくなった。また火砕流が初めて鮮明な映像として記録されたことは世界中から大きな注目を集め多くの火山学者や 行政関係者も避難韓国地域に立ち入って、取材、撮影を行っていた。5月28日、建設小土木研究所の職員が、溶岩ドームから500メートル下の火砕流跡に入域して撮影した写真を公表。6月2日午後には別の学者グループが火砕流跡の先端部に入って約1時間現場を調査し、その模様を撮影して公開した。 さらに多くの見物客が噴煙を見ようと、雲ん岳だけ周辺に押しかけるようになった。特に6月2日は日曜日だったこともあり、県外からもやってきた多くの見物客が、水無川の周辺に集まって、火災流を双眼鏡で覗いたり、ビデオカメラで撮影したりする姿が見られ、国道57号では渋滞が発生するほどだった。その一方で5月26日、 朝日新聞記者が、定点とは別の避難勧告地域内で噴煙に巻き込まれそうになり、一時行方不明になる騒ぎが発生。安全対策が問題になった。ヘリコプターから溶岩ドームの空撮を続けていた写真部員による水無し川の砂防ダムから下は洗浄地となっており、大規模な火砕流が発生すれば、定点を襲う可能性が強いとの指摘もあり、 朝日新聞は、土屋バス停から上の範囲での張り込みを断念。大体として28日から避難勧告地域外の深江町にポイントを設け、ここからの24時間撮影に切り替えることで、定点付近の取材は巡回程度に止めた。NHK は5月下旬から避難勧告地域内からの撮影を中止し、上牧城地区には無人カメラを置く手配をしていたものの、 無人カメラの準備ができるまでの装置として、6月1日、一旦後ろへ下げた撮影スタッフを上牧場地区まで前進させた。この一連の動きの要因としては、5月30日、31日に民放テレビ局各社が真っ赤な溶岩をアップで撮影して以来、ニュース番組の担当者が前線の撮影スタッフに映像の迫力のなさについて、 注文をつけるようになったことが挙げられる。やがて撮影スタッフの間には避難勧告地域にどんどん入って取材を行う民放への対抗意識が芽生え、避難勧告地域が縮小されたのを契機として再び取材ポジションを避難勧告が解除されなかった城北城地区に置いた。城北城地区を担当する消防団は土石流の避難勧告が出された5月15日以来、 南上小葉町の消防団詰め所、もしくは北上木場町の農業研修所に泊まり込みつつ、土石流への警戒、住人の避難誘導に当たっていた。5月29日、火災流が頻発したため南上小葉町の消防詰め所から水無川下流の白谷公民館に退避したものの、6月2日、再び北上木場町の農業研修所に戻った。これには、以下の理由が挙げられる。 6月2日は日曜日であったことから、城牧地区消防団の20人全員が農業研修所で寝泊まりしたが、翌3日は会社勤めの者が一旦引き上げたため、農業従事者らが引き続き農業研修所に残り、警戒を行っていた。大火災流の発生6月3日15時30分以降、小、中規模の火災流が頻発し、15時57分には、 最初の大規模な火砕流が発生した。この火砕流と火砕サージは報道陣が取材に当たっていた定点には至らなかったものの、朝から降り続いた降雨に加えて火砕流から発生した火山灰が周囲を追ったため、定点付近の視界は著しく悪化した。続く16時8分、1回目を上回る大規模な火砕流が発生し、 溶岩ドームから東方3 2トルの地点まで到達する。火災サージはさらに溶岩ドームから4 0トル先に、ある北上木場町を襲い、土屋バス停付近でようやく止まった。火災流は赤松谷川方面にも流れたが、南からの突風で火災サージは定点方面に流れたため、この方面の住民と消防隊員。 さらに撮影スタッフもカメラを据え置いて即座に風上に逃げたこともあり、難を逃れた。一方、火砕流の襲撃を受けた、定点の報道関係者は、不測の事態に備えて即座に逃げられるよう、チャーターしたタクシーや、車用車を南に向けて、エンジンをかけたまま道路に止めていたものの視界が悪く、逃げ道となるべき風上からも、前日の赤松谷川方面から流れてきた。 火災サージの襲撃を受けたため、ほとんど退避できなかった。定点から数百メートル離れた農業研修所の消防団員は、火災流のご音を土石流が発生したものと判断し、水なし川を確認するため研修所から出たところを火災サージに襲われ、多くの団員はそのまま自力で避難勧告地域外へ脱出したものの、重度の熱傷と軌道損傷を負った。 結果、戦後初の大規模な火山災害として、43名の死者、行方不明者と9名の負傷者を出す惨事となった。死者の内訳は以下の通りである。死亡した読売新聞のカメラマンは、愛機のニコンオンを抱えるようにして亡くなっており、カメラからは熱により変色していたものの火災流の写真が7コマ記録されていた。なお、これら多数の死傷者が出た。 平天付近はすべて避難勘国内に収まっていた。2005年6月、火砕流で死亡した日本テレビのカメラマンが使用していた、業務用、ビデオカメラが発見された。カメラは、火砕流による高熱で溶解し高度に破損していたが、内部のテープを取り出し、慎重に剥がして修復することに成功した。ビデオには、最初の火砕流の様子を伝える記者たちの様子や、2番目の 大火砕流の接近に気づかないまま、定点が襲来される直前まで取材を続ける記者や、避難を広報するパトカーの姿や音声が記録されていた。この映像は、同年10月16日に、NNN ドキュメント例語解かれた古い友禅、大火砕流378秒の遺言として放送され、現在では解けたカメラと共に、雲前岳災害記念館に展示されている。この日、 山陸には黒く濁った雨が降った。被害の背景、このように火災流による多数の犠牲者が発生したのは、その危険性について当時十分な認識が広まっていなかったことが背景にある。詳細は以下の通り。報道関係者5月24日に発生した最初の火災流は衝撃的だったものの、当時の報道関係者の認識はかなりの高温ではあるが、 熱風を伴うものとは知らず、車で逃げ切れるだろうと思っていた、暑いと知っていたが焼け焦げるまでとは知らなかったという程度であった。これは、翌25日の気象庁臨時火山情報にて、火山学者や専門家が議論の末、24日の崩落は、小規模な火砕流と発表したものの、住民の混乱を恐れたため火砕流の危険性について、具体的な言及が一切なく、 報道関係者には、本来の地質学的に小規模の意味が人的被害を出さない程度の規模と受け取られたことによる。5月26日には、水無川上流の砂防ダム工事関係者が火災流により腕に火傷を負ったが、火傷程度で済むならば、長袖のシャツを着ておれば大丈夫という噂が流れるなど、危険性について情報が広まらなかった。 さらに5月25日から6月2日までの火砕流の発生回数は小規模なものを含めて165回に達したが、その中で比較的規模の大きな火砕流であってもすべて水無し川上流の砂防ダム付近でせき止められていた。こうしたことから報道関係者に火砕流への慣れが生じた。さらに梅雨入りしたことで報道関係者の関心は、 火災流から土石流に向けられ始めていた。報道関係者の中には火災流と土石流を混同している者も,も多く、さらに彼らの大半が火災流は土石流同様に水無し川に沿ってくるため避難勧告地域内ではあるが水無し川から200メートル離れた上40メートルの標高差がある定点が襲われることはないと認識していた。こうした 定点への角の安心感も手伝って、この一帯への取材が加熱することになった。一方、5月29日の火砕流で山火事が発生したことで、火砕流が高温化していることに気づいた九州大学地震火山観測所の所長は、続く5月31日に加工視察のためヘリコプターに搭乗したところ、火砕流は都先端から200メートル離れた付近に、 報道関係者と住人がいるのを上空から発見、直ちに島原市災害対策本部、島原警察署、長崎県島原振興局に対してマスコミなどが入っている。誰も入らせてはならないと伝えた。それを受けた災害対策本部は報道関係者に傾斜系の数値が普段と違うので、土屋バス停から上には絶対に入らないようにしてほしいと要請した。この データに異常があると切迫した表現で伝えられたことにより山に何か異変がと直感した報道関係者らは地震火山観測所の所長に取材したところおかしな数字が出たわけではないがマスコミが入ると住人も入ってしまうので控えてほしいとの回答を得た。しかし異常ではなく変化と言い直したことで報道関係者には危機感が伝わらなかった。 同じく5月31日には火山噴火予知連絡会が気象庁にて今後も噴火活動が続き溶岩の噴出火砕流土石流の発生が続くと思われるので厳重な警戒が必要これ以上大きな規模の火砕流が起きないとの保証はないとの同一見解を発表したしかしこの警告も火砕流の危険性について具体的な言及はなかったため25日付の 気象庁臨時火山情報の認識に引きずられていた報道関係者には深刻なものと受け取られなかった。火山学者は火砕流の危険性が高まりつつあったことを認識していたが、この時点においても、なお、住人のパニックを恐れる心理が働いたことが、こうした警告としてはやや弱い表現になった要因であった。長崎県警は避難韓国地域の境界線に、 警官を多数配置し、市や県警は報道関係者に退去も求めていたが、報道関係者を示す旗が立っている車両については、入域規制を行わなかった。5月31日からは、長崎県が報道関係者に対して、緊急輸送車両表彰の発行を始めており、これ以降はこの表彰をつけた、報道関係者の車両が自由に避難韓国地域に入ることができた。 地域住人島原市は5月26日に火災流に対する避難勧告を出したものの自宅へ物を取りに帰る時警察官の規制が厳しいという住人の要望に応える形で同日から地区名ステッカーを交付しておりこのステッカーを付けた自家用車は優先的に避難勧告地域に入ることができたそのため昼間には避難勧告地域内の自宅で 洗濯や畑仕事をする住人の姿が多く見られた。特に上、木場地区は、旗箱工作で生計を立てていた農家が多かったが、5月15日から始まった土石流による避難勧告以来、長期間の避難生活を強いられたため旗箱の成長を促す花摘み作業が滞っており、彼らの多くがこれを気にかけていた。 そのため6月4日には、避難勧告の対象外であった安中町の畑箱工作農家と共同して、上牧場地区の住人総出で避難勧告地域に立ち入り、例年より遅れた花摘み作業を行う予定であった。このように5月26日以後も、住人の多くが生活のために避難勧告地域に立ち入っていた状況を受けて、当初はパニックを恐れて、 火砕流の危険性について語らなかった火山学者らは徐々に島原市やマスコミを通じて避難韓国地域に立ち入らないよう住人に警告を発するようになった。だが5月以降大きな被害を出していた土石流に比べると火砕流の危険性については具体的なイメージが伝わっておらずほとんどの住人は警告を真剣に受け止めていなかった。 火災流を単なる土煙だと誤解した住人も少なくなかった。1992年に実施された平成3年、雲前岳噴火における災害情報の伝達と住民の対応によると、地域住人の75%が6月2日以前は火災流より土石流が危険と認識しており、火災流の方が危険であると認識していたのは15%に過ぎなかった。 さらに城牧城地区において火災流をとても危険と認識していた住人はわずか5%しかいなかった。この調査結果からわかるように火山学者の警告は最も危険性が大きい地区の住人にすら理解されていなかったのである。一方、6月3日は朝から降り続いた雨により土石流発生が警戒されたことに加え、2日に 行われた島原市議会選挙の当選者を祝う会が白谷町でも用されていたため、大火災流発生時には、ほとんどの住人が避難韓国地域から引き上げており、結果的に住人の犠牲者が減ったのは不幸中の幸いだった。この火災流以降、島原市など地元自治体は強制力を伴う警戒区域を設定し、さらに対象地域を順次拡大していった結果、 最大1万1000人が避難生活を余儀なくされたが、以降の犠牲者は1名に抑えられている。被災地域では1990年代半ばから、堤防や地面の傘上げ工事が開始され、一部地域を除いて、住民が再び住める環境が整えられた。だが、噴火活動が1995年頃まで続いたため、これらの復興事業の完了は2000年となった。 被災地域は前述した、上木上区同様、農業従事者が多い地域であったが、彼らの多くがその間は農業を再開できず、さらに、被災農地の一部が砂防用地として買収されたため、作付け面積も減少した。様々な支援策が行われたものの、後継者に悩んでいた多くの農業従事者が被災を契機として利農し、 被災農家667戸のうち293戸が2000年までに離農した。そのうち畑箱工作農家は、被災前は上牧場、安中地区を中心に149戸を数えたが、農業再開時点では26戸まで減少した。防災関係者前日の通り報道関係者や地域住人の避難勧告地域内への立ち入りに対して明確な規制が行われないまま、 5月29日には火砕流により一旦中止されていた水無川の土砂除去作業が再開された。これは相次ぐ火砕流によって水無川上流に火山灰や土砂が堆積しつつあったこと、さらに梅雨が迫っていたことから、島原市の防災関係者は火砕流による直接災害よりも土石流を強く警戒していたことによる 加えて6月2日には一部のテレビ局関係者が避難して無人となった人家に不法侵入し、コンセントを借用したことが発覚したため、上牧場地区消防団は南上牧場地区の消防詰め所ではなく、水無し川を見下ろす高台にあり、かつ、定点に近く報道機関の行動を把握しやすい、北上木場地区の農業研修所にて土石流発生を監視していた。 6月2日までは5月29日を上回る規模の火災流が発生しなかったため火災流はこの辺りで止まるだろうとする見方が広がり溶岩ドームから東方約 4.5km に位置する農業研修所が火災流に伴う火災サージに襲われる懸念を抱いた消防団員はほとんどいなかったしかし地元の防災対策協議会では消防団は 南上牧場地区の消防詰め所で土石流監視を行っているものと認識されており、すでに農業研修所に移動していたことは知られていなかった。そのため、大火砕流が発生する1時間前、防災対策協議会は、天候が悪く、西風で視界が悪化したことから注意する、要消防団に伝えようとしたが連絡が取れなかった。大火砕流の直前には、気象庁、 雲前岳速攻所が非常に危険な状態になった。避難させてほしいと長崎県島原振興局に電話通報しており、情報を受けた長崎県警は城北城地区にいた警察官13名に避難指示を出すと同時に誰かいれば避難誘導も行うよう連絡した。その結果、ほとんどの警察官は城北城地区から避難したもののパトカーで巡回していた。 警察官2名は、報道陣らの避難誘導を行うために、定点に向かった。この時、北上木場地区には、土石流で流され水無川の橋などに詰まってしまった、市議会議員選挙のポスター掲示板について、島原市から二次災害防止のため撤去を委託された、作業員2名もいた。一方、雲仙岳速攻所の情報は、 島原市と島原広域消防団本部を経て、農業研修所の上牧城地区消防団にも電話で伝えられたが、その時点で、情報は山の様子がおかしい。注意するようにという内容に変質しており、北上木場地区が危機的な状況であり緊急避難を要することが伝わらなかった。火災流の危険を知らせた、雲仙岳側溝所と土石流への警戒を強めていた。 島原市、消防関係者との間には危険度に関する認識のズレがあったことも情報が歪んだ要因であった。テレビ局関係者によるコンセントの無断借用がなかった場合、消防団員が農業研修所に立ち入らなかったかどうかは不明である。しかし、住人の中にはマスコミのせいで消防団員が犠牲になったとする声が多々あり、その感情が長期間残ることになった。 その後こうして6月3日に発生した火災流は定点で撮影を行っていた報道陣のみならず消防団員、選挙ポスター掲示板を撤去作業中の作業員、さらに前述した島原振興局の通報を受けて定点からの避難を呼びかけに来た警察官をものみ込んだ。6月4日、長崎県警は島原市に対して避難勧告では住民や 報道陣に協力をお願いするだけとして災害対策基本法63条に基づく警戒区域を設定するよう要請したが島原市は市街地を警戒区域に設定してしまうと住人が全く立ち入れなくなりゴーストタウンと化すため当面の間は溶岩監視カメラの情報を随時チェックすることで二次災害は防げるとして避難勧告を維持する方針を表明した 6月6日、陸上自衛隊の V-107 が各社報道関係者を取材登場させたが、火山灰によるエンジントラブルのためにタバコ畑に緊急着陸する結果となった。この時は上空からハンディ無線で汽車を安全な方向に誘導して、各社報道陣は駆け足で水無し川河川敷の安全地帯まで逃げ、全員火災流には遭遇せず全員無事であった。 6月7日、島原市は、長崎県と長崎県警による、旅重なる説得を了承し、すでに火災流の避難勧告が出されていた、北上小場町、南上小場町、白谷町、天神元町、札野元町に対して、警戒区域を設定、以後は、無許可の立ち入りが禁止された。これら5町の住人の避難所の準備は、警戒区域が設定された直後から、 急ピッチで行われ、8日夕方までには全住人の避難が完了した。そして、その数時間後の午後7時51分、3日を上回る規模の大火砕流が発生した。この大火砕流は6月2日に、雲前だ岳見物客による渋滞が発生していた、国道57号線を越え、海岸線まで2キロメートルの地点に達する、凄まじいものであったが、直前に、 住人避難は完了していたため人的被害はなかった。9月10日には千本木町も警戒区域に追加された。だが警戒区域が設定された地域は外部から様子を伺い知ることができなくなったため、これ以降住民の間では窃盗団が警戒区域に侵入して老石していると多くの流言飛護が飛び交うようになった。避難生活を送る住人にとって 最大の関心事は火山活動の見通しと警戒区域の解除時期であり、その情報源としてはテレビと新聞が頼りであった。そのため、それまで興味本位的な報道が多かったことに加え、避難韓国地域内での取材マナーの悪さから評判が悪かった報道関係者に住人は次第に期待するようになった。 報道関係者も6月3日に多大な人的被害を出したことにより、これまでの取材活動への自制が生まれ、以後は災害事態を正確に報道するよう徹したこともあって、住人の評判は徐々に好転していった。その後、ルポライターらが許可なく警戒区域内に侵入し週刊誌で現地リポートを発表した結果、書類送検される事例があったが、容易に伺い知れない。 警戒区域内の様子が分かったことで、ルポライターに感謝する住人の声が寄せられたという。大災害から20年後の2011年6月5日に、雲仙市で開かれた2011雲仙集会の中で、日本テレビの矢原和則映像取材部長は、土石流撮影用の無人カメラを設置するため、外に電源があった家から電気を引いた。 住んでいる人の許可を得ようと断り書きのメモを置き、避難所を探し回ったが、見つけられなかったと弁解し、住民にマスコミがいるから安全との誤解を与え、消防団に報道陣よりも後ろにいては、地域の安全は守れないと思わせたことなどが犠牲者を増やす結果になったと謝罪した。前兆現象が観測されていたため事前に対策会議が開かれており、関係機関の関係は、 概むね良好であった。特に、長崎県、島原市、被災者救助のために派遣された、陸上自衛隊、地元出身の大田和也が所長だった、旧大島原火山観測所との関係は、極めて緊密であった。報道、学術、防災機関のすべてが火砕流で犠牲になったため、当時唯一火山勤坊で行動できる能力を保有していた自衛隊への期待は高く、 自衛隊も救援活動のため観測所などの指導を受けつつ共同で火山観測を行いその成果を関係機関及び地元住民への24時間のリアルタイムな情報提供したことで民心の安定と復旧作業の進展も及び火山研究に大きく貢献した自衛隊は火山観測と地元に対する支援のシンボルとして 以降1995年12月まで1653日間にも、渡り災害派遣を継続した。また消防ヘリコプターがビザ山に取り残された放送局員10名をホイスト救助した。天皇、皇后両陛下は、最大の火災流発生後の1991年7月10日に、被災地を見舞った。その際、側近を最低限の人数にとどめ、 昼食も簡素な食事とした上で、時間の許す限り被災者を見舞う時間を設けた。その際に、天皇は床に膝をついて、直接被災者と言葉を交わしたが、歴代天皇で言葉を交わす際に床に膝をついたのは、初めてであった。これは、天皇が皇太子時代から行われているものだったが、その後の天皇の被災地の見舞いでも続けられ、平成以降、皇族もこれに習っている。 国、県、市などは基金を設立し、避難所生活の改善や、住宅再建補助など、約100項目の生活支援を行っている。また、直接間接被害額は、約2300億円に達したが、島原市調べ、長崎県や日本赤十字社などに230億円の義援金が寄せられた。こうした義援金も、被災者の住宅再建等や、 復旧事業に使われた。また、日本放送協会では被災者を勇気づける目的も込めて土曜ドラマ、ガンバランバを制作した。火山活動の観測平成新山については何度か調査登山が行われ、溶岩ドームの詳細な観察が実施されている。現在でも山頂数箇所から活発な雰囲気を観察することができる。2016年に 普遍岳の溶岩ドームに、ようこそ溶岩ドームへなどの落書きがされているのが発見された。島原市は地元警察に文化財保護法違反容疑での被害届を提出することを検討している。復旧、復興と防災工事火災流によって破壊された地区のうち、平成新山周辺、水無川上流部は山体崩壊の恐れがあるため、 未だ警戒区域に指定されたままである。土砂によって完全に埋まった水し川は浚渫され、堤防や橋梁が強化された。なお、国道57号の水し川橋は度重なる火災流、土砂により崩壊し、新しく水なし大橋が建設された。下流域においては土砂が膨大のため除去作業は不可と判断され、土砂の上に新しく住宅街が建設された。 また、国道二百五十一号には、道の駅水無本人深いが設置された。有明海沿岸においては運び出された土砂によって、埋め立て地が作られ、そこに、雲仙岳災害記念館と島原復興アリーナ、島原勤労者総合福祉センターが建設された。島原市水無川沖の有明海海底には、火山灰などが二0から八十センチメートル、霊状化して堆積し、 自然回復が困難となっていたので、提出地盤改善工事が進んでいる。被災区間を通っていた島原鉄道線は一部高架化の上で復旧したが、2008年に被災区間を含む島原外交駅風沢駅間が廃止された。持ち家の全開世帯には1000万円の支援が実施された。高台には被災者向けに、新田団地のような住宅地が新たに造成された。 農業従事者の離農を防ぐため、様々な支援が行われた。農業改良普及センターでは、被災農家全世帯への聞き取り調査を行うとともに、1999年まで5回に、渡り農業再開希望者を対象とした相談会を催した。取り扱い作物の転換を図る者には、研修手当が支給され、復興基金からは、ビニールハウス設置費用、または、 移転費用の助成金が支払われている。さらに並行して、被災地域の灌え施設整備も行われた。2000年の農業再開時において、被災地域の農家は374個まで減少していたが、こうした支援策が功を奏し、島原市と深江町の農業生産額は2005年に、被災前とほぼ同水準まで回復した。 火災流で焼け野原になった島原市千本木地区の約4ヘクタールでは、災害後に設立された市民団体、雲仙百年の森づくり会が、くぬぎ、椿、桜など3万3千本を植樹した。大野木場小学校休校舎大野木場、小学校休校舎内部2002年から2004年にかけて、雲仙火山稼働掘削プロジェクトチームにより、 稼働を探し出し掘削する調査が行われた。その結果、普賢岳山頂の北約 1km、標高 840m の箇所から山頂直下に向かって斜めに掘り進んだ掘削において、掘削深度 1977m の位置で平成噴火の稼働溶岩を掘り当てサンプルを採集した。このサンプル採集により、稼働の出来方や、 噴火気候の解明がされることが期待されている。雲仙ロープウェイ山頂付近になお不安定土砂が多数存在しており、豪雨時には土石流となり、下流の集落、国道などへ流化してくることから、山麓では地産、砂防事業によるダムの設置、緑化工事、導流堤の設置など、大規模な防災施設の設置が進められている。気象庁では2003年に、 雲前だけを、ランク A、特に活動度が高い火山に分類し、2007年からは噴火警戒レベルを導入している。ただし1997年以降は、小さな噴気活動や火山性地震は継続しているものの、噴火活動は発生していない。ありがとうございます。